はい皆さん、こんにちは。ひろしの時事ニュースチャンネルです。えー、今日はですね、これ、ライブドアニュースかな、えー。これを見ていたらですね、これですね、えー、中国通信アプリで国民統制強化と、えー、不都合な投稿に制裁っていうね、えー、ニュースが入ってきました。まあ、あのちょっと中国らしい、まあ、あのなんかやり方だなとは思うんですけども、まあ、まずですね、これ、ちょっとニュースを全部読んでですね、その後にね、ヒロシアニの考えを述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと読んでいきますね。えー、これね、ウーチャットってうもんですね、これ、微信っていう感じですまあ、漢字にするとビシン、微信ね、なんか、ウーチャットってね、ウィーチャットってね、 w e c チャットか。w e c チャットって書いてありますね。あのー、こんな感じです。w e c チャットで検索するとね、なんかこういう感じで、なんかあのー、ちょっと漢字が読めないんですけど、w e c チャットペイって書いてありますね。なんかウィーチャットっていうのが、えー、中国にあるらしくて、この w e c チャットのアカウント閉鎖を通知するメッセージ、共同って書いてありますね。えー、中国の習近平指導部が、えー、10億人余りが利用する通信アプリ、w e c チャットを使った国民の統制を強化している。まあ、日本でいう LINE みたいなもんですかね、これね。うん。 えー、共産党政府に不都合な投稿をすればアカウント閉鎖や当局による拘束などの制裁を加えるもうほんとどうしようもねほんとねまあこんなの今に始まったことじゃないけどね中国ねうん、えー、毛細血管のように張り巡らされた監視網やがり、えー、中国でも利用を避ける動きが出ているうんまあこんなのやりたくないよねなんかほら些細なことで逮捕されそうじゃんねえ怖いよねえ習、ー、指導部は2017年にネットサービスの運用管理者に公安当局への協力や利用者の実名登録を義務付ける インターネット安全法を施行、えー、当局の意向を受けた運用管理者側は利用者の同意を得ずに個人情報にアクセスし 党政府への批判などをを確認すればアカウントを閉鎖何て言、えーう,まあね、<laughs> うのかなこれな。なんか、なんかまるでさ、こう今まで逮捕拘束してこなかったのかのような、えー、そんななんか言い方ですよね。なんか何を今更って感じはヒロシはするんですけど、まあ、正直こんなことばっかりやってたらね、滅びますよ。本当にね、こんな統制統制やってたら、なんかみんなで酔っ払って間違えて帰っちゃってもさ、これ捕まっちゃうのかね。だからそういうことね、やっちゃいけないんですよ。本当に別にもう、LINE ぐらいいいじゃないですか。Wee チャットぐらいね。だからね、 煽り体制がないいんですよ中国共産党ってのはね広みたいにねちょっと煽り体制をねね少しし、ね、こう持って欲しいですね,ねちょっとでも言われたらね、すぐ、なんかすぐファ,ファビョ、ファビョっちゃってさ、ファビョルってあれ韓国か、ね。すぐ、もう、ふざけるのあるみたいな感じで、もうすぐカッカしちゃうんですよ。なんでかっていうと、それだけ危ういからでしょうね。うん。何かあったらもうやばい。ね、ちょっとでもなんかもう不穏な、不穏な動きがありすぎて、もう今のうち叩いとかなきゃいけないみたいな、かなりヒステリックになってるんですよね、中国もね。 だからね、こういうことばっかりやってると本当に自滅しちゃうんで本当にね、やめてほしいなと思いますね自分で自分の首をあの、自分で自分の首を絞めてるっていうことをですねちょっと 気づいてほしいいいでですすすねねね国国民のです、ね、中国離れに、ね、あのちょっとと期待したいと思います、まあ、した思まかしですね、本当にだって広志とか酔っ払っちゃってさ、本当にふざけんなもう国のせいだよ、こんな感じだよ、上層部はバカばっかりだよとか言ってさ、普通になんか言っちゃいそうだよね。<laughs> そうしたらさ、当、ね、局が来るんでしょ怖いわ、本当に、ね、だからそんだけ中国はね、不安定な状況で、ねあの、いつ何が起こってもおかしくない状況なのかもしれないですね。うん、ということで、まあ、ヒロシができることはね、一つですね、あのまあ、ニュースもそうなんですけど、なんかあの中国の、ね、国民の方々にねあの黄色い頭巾 送ってあげたいなと思いますねあわ,わかる人いますすいません失礼しましたはい、えー。ということで今日はちょっとさっくりなんですけど、えー、このぐらい失礼いたします、えー、ありがとうございました、えー、失礼いたします